はいどうもゆきです。今回は久しぶりにバグ紹介の動画です。で、今回やりますのはパワーポケ12のバグ、電脳野球編の船虫バグというものを紹介してみたいと思います。結構ね、12はバグ多いんで、表も裏も、まあその中でも結構強い選手を作りやすいバグとして、電脳野球編で船虫バグというのがあるんでね、そこを紹介していきたいと思います。はい、じゃあ船虫バグを使う方法について説明していきたいと思います。船虫バグは輪切り社長と8月になって話せるようになるイベントあるじゃないですか、この工業団地で、まあ、ここで船虫イベントが出てくるので、打つイベントね、そこで使うんですよ。で、輪切り社長と話し終わって、これ、船虫のミニゲームのところまで来ましたね。ここでやるんですけど、まあ、通常だったら普通にこれをまあクリアしていくわけじゃないですか、船虫いっぱい打って。ですがこのバグに関してはあえてわざとやられるんですよね。でね、結構これ動画とか生放送とかでも船虫バグ使わないんですかって言われてて、うちの視聴者さん知ってる人多かったみたいなんですけど、まあね、結構デメリットもあるんで後でいろいろ説明をしますね。はい、ここで3発食らって主人公やられてしまいました、失敗しましたよと。で、失敗するとどうなるかっていうと、やられたー！実は、こうやって経験値が入るんですよ。で、本来なら333で入るんですけど、まあ、今回グラブ持ってるんでプラス2入っちゃってますけどね。ただ、エラーしにくさ下がったり、走力下がったりするんですけど、ここでやり直すを選ぶと、もう一回できるんですよね。で、じゃあもう一回やるとどうなるかって言ったら、これも見てみましょうか、検証がてら。もう一回やると、まあ敵がガンガン近づいてきて、いやお前ら時間切れるぞ、船虫頑張れ、船虫っていうか蜘蛛たち頑張れ、ボンボンボンってしてくれよ。はい、ボンボンボン、はい、ボンボンボン、やられました。はい、失敗しました。こうするとまたやられるわけですけど、経験値が入るんですよ。で、エラーと走力は下がるんですけどね。で、またやれるんですよ。これを延々と繰り返すことによって、経験値を999まで稼ぐことができるんですよね。それを使って能力を徹底的に上げて、なんなら U 字路ルートでセンス丸を取れる状態にして、これをすることによって能力をめちゃくちゃ上げることができるっていう、なんかバグっていうよりは何でしょうね、システムの盲点をついたやり方みたいな感じですね。ただまあこれのデメリットとしては、とにかく時間がかかることですね。なんか999まで行くのに3時間ぐらいかかるんだっけな。ちょっとまあこの後測ってみますわ。999までするんで。あとはやる気が低い状態だと経験点が1しか入んなかったりするんで、やる気はマックスの状態なら3入るんですけど、低かったら2とか1とかしか入らないんで、とにかくやる気を上げてここまで来て、まあ船虫バグ使っていただけるといいかなと思います。じゃあ999にしてきます。船虫接続から3時間ぐらいですね。船虫やってから2時間半かな、そのくらい経ちましたと。接続ってなんだわかんない、もう疲れちゃった。でもこれでやられたで経験値が入らなくなってるんで、ちょっとね、片手でパワープロやりながらやってたんで、もうメッセージ飛ばしまくってたんですけど、これで入らなくなったので、すげえなこれ。もうこれでクリアして大丈夫ですね。最後に1回だけチャチャチャっと、ここは20秒間生き残っちゃって、これで確認すれば、ちょっと、なんかさっきまで負けまくってたからよくわかんなくないですけど、操作。ここで最後はしっかりと蹴りをつけてあげますよと。はい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 。あと5秒ですね。いやもうほんと2時間半ぐらいずーっとやり続けてたからね。片手でパワープロやりながら。まあまあまあ、なんかやりながらがいいでしょうね。で、これでイベントを見終わって、で、経験値を確認しますと、アップのところ、はい、こんな感じで999に全てなっております。これが船虫バグのやり方ですね。で、まあ、船虫バグをやるときに、本当にガチでやるときに気をつけてほしいのが、これパワー60以上あった場合はパワーマイナス5されて、パワー60以下の時は走力と体エラーがマイナス1ずつされるんです。なんでミートとか守備とか肩とかは下げらんないんですよ。なので、この船虫バグをやる前に得た経験値は全てミートと肩と守備のところに振っておく。あと弾道もですね。あとは弾道とかに振っておいて、で、この船虫バグが終わった後に他の能力値は全て振るようにすると、まあね、結構無駄なく振れるというか、そこまでの経験点も無駄なく振れますので、これがおすすめのやり方ですね。
まで本当にやる気が低いと1しか上がらなかったり2しか上がらなかったり、単純に僕はやる気マックスの状態だったんで毎回3ずつは上がったんですけど、低いと本当に時間かかってしょうがないんで、やる気だけはマックスの状態でこの船虫バグを試してみるといいと思います。パワポケ中にはね、結構強い選手作りにくかったりとか、まあ野球操作面で大変だったりとか、まあ野球やってないゲームでもあるんですけど、このバグを使うことによってかなり時間はかかるけど強い選手をなんとか作ることはできるので、気になった方はぜひ試してみてください。では今日は船虫のバグの紹介でした。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。疲れました。